簡単に使えて便利なダイエット食選んできました。今回は業務スーパーで買えるものなんです。早速お話ししていきますね。で、今回私がダイエット食に選んだ食品はこちらです。海藻なんです。もしあなたが健康的で綺麗に痩せたいと願っていらっしゃるようであれば、もう毎日海藻は必ず召し上がっていただきたいんです。それはなぜかと言いますと、水溶性の食物繊維がもうたっぷり含まれているからなんですね。そのことであなたのですね、痩せ菌と呼ばれる善玉菌がこの餌となってですね、まあ、どんどん増えてくれて、あなたは自然と痩せ体質になりながら、その痩せることができるわけなんですね。で、またその腸内環境が良くなることで、その便秘解消にもなりますし、もうとにかく海藻はですね、ダイエットしたい方でもマストな食品なんです。ではここから早速、どのようなその海藻がおすすめなのかということで私選んでまいりました。一つ目ご紹介していきますね。これはですね、もう私もすっごくハマっている食べ物 で、後ほどこの海藻を使った美味しい簡単レシピもご紹介しますので、お楽しみにされてくださいね。ではまずこちらです、ね、海藻っていうとなかなかその先生取りにくいですとか、そんなに海藻とか毎日食べないですという方ね、案外多いんですね。なので難しく考えなくて OK なんです。もう簡単に美味しく続けられるって大事だと思いませんか？それがダイエットを続けるコツだと私は思っております。そこで今回ご紹介するのはこちらです。業務スーパーで買える韓国海苔なんです。これすごくコスパもいいんですね。で、また私がとても大切にしていることがあります。ダイエットする上でなぜこれを選んだか、化学調味料が無添加なんですね。でも今いろんなその食品の裏原材料名を見ますと、もうほとんどのものが調味料カッコアミノ酸などって書いてあるんですね。で、こちらご存知ではない方がパッと見たらアミノ酸って体にいいんだろうなって思ってしまう場合もあると思うんですけれども、これはですね、化学調味料のことなんですよ。化学調味料って書いていないだけです。で、正体はグルタミン酸ナトリウムというもので、もうそもそもこういったものをですね、気がつかないうちにあなたが食べていたとしたら、もうどんなにあなたが頑張って食事制限をしているとしても、もうどんなにきつい運動を頑張ってダイエットにね取り組んでいたとしても、決して長期的に痩せることなんて、ね、絶対できないんですよ。なぜかというと、こういったものを摂ってしまうとあなたの肝臓や腸にもすっごく負担がかかる。結果デブ菌と言われるですね、悪玉菌がどんどん増えて、もうそもそも痩せ体質じゃないわけです。そういった体質でいくら頑張っても痩せれない。ですからもうとにかく無駄なもの、こういったもうそもそもそのダイエットの前に健康も害しますから、もうとにかくこういった化学調味料が入っているものは選ばないでくださいねと、もう声を大にして私はお伝えしたいんです。そこでこの韓国海苔がですね、これが入っていないんですよ。もう海苔をね買うときに必ず原材料チェックしてくださいね。もうほとんどの味付け海苔がこの調味料カッコアミノ酸などってね書いてあるはずです。で、逆にこういったのが入ってませんよっていう表示している、もう本当にね優しい商品もありますから、今後あなたはいろんな商品を買うときにぜひぜひこちらを取らないように気をつけましょうね。で、こちら韓国のりはごま油の風味が美味しいですよね。もうこちらその乾燥の海苔と菜種油ごま油食塩だけでできているこの韓国海苔なんですね。で、まあ、もちろんその食べ過ぎてしまってはそのちょっとごま油が使ってる影響でちょっとカロリーが普通の海苔と比べて高めなので気をつけてくださいね。で、私はこれをですねどのように美味しく食べているかと言いますと、ここで簡単レシピご紹介します。それは主に朝食の時に食べるんですが、卵かけご飯なんです。で、この材料をお伝えしますね。私の場合は麹が入った玄米ご飯に生卵と刻みのネギを少々入れて、その上からですねこの韓国海苔をバッと取ってですね、もうバリバリバリともう手でほぐしても破いてちぎって、そのパッと上に乗せた上にちょろっとですね、まあ、お醤油を垂らす時もありますし、たまに黒酢かけたりもするんですけれども、あとごまですね、すりごま
黒ごまが好きです。パーッとかけて美味しく食べています。これもめちゃくちゃ美味しいですよ。おすすめです。あの半熟卵でもね、もちろん美味しいと思うんですけれども、あの稀にあの目玉焼き丼として、その卵かけご飯の卵はその目玉焼きに変えてですね、今の材料一緒に入れて食べる時もあります。もうこの丼さえ食べておけば、もうあなたは一日ですね元気に、その血糖値も緩やかに上昇しますし、もうすごくおすすめですから、ぜひこの韓国のりをちぎってえまぶした卵かけご飯召し上がってみてくださいね。そしてこの海苔の効果なんですけど、ここだけもうポイント、そのお米って太るじゃないですか。ご飯ってね糖質ですから、気にされてその取らない方、糖質カットする方もいいと思うんですけども、この海苔をセットで食べることで、その糖質を取った時のあなたのその血糖値をですね、急激に普通まあ急上昇するんですが、まあ玄米はね緩やかなんです。まあ、白米とかですね、まあ、急激に上昇するのをですね、この海苔がね抑えてくれるんですね。で、何がいいかって、あなたの体の中でその脂肪を溜め込む作用をですね抑えてくれる効果があるんですね。ですから、あなたがその白米が大好き、もうご飯が大好きってね、あの分かります、推しですもんね美味しいから、その代わりやっぱりその急激に血糖値が上がる時に、やはりこの海苔とセットでご飯を召し上がると、それを抑えることができるということで、プラスその脂肪も燃焼する効果もありますし、新陳代謝も上がって腸内環境も整えてくれる、もう優れものですから、ぜひぜひぜひもう声を大にしておすすめしたいと思います。コスパもすごくいいですよ、おすすめです。では次2つ目いきますね。でこちらも例えばあの味噌汁の中に、先生まあわかめぐらいは入れて海藻を取ってますっていう方多いんですけれども、もちろんわかめも OK なんですね。でも水溶性食物繊維ですから丸。ただし実はですね、だしだと思ってた昆布もですね、そのまま入れて召し上がっていただきたいんですね。昆布というわけで、2つ目おすすめはこちら、業務スーパーで買ってきました。こちらがですね、北海道産の刻み昆布で、こちらかなり細かく見えますか、もうすごく細く刻んであるんですね。それでここにも書いてあります、簡単便利に昆布を食べようってこのスローガンがいいですよね。もう強く共感しました。でこちらもあの国産、しかも北海道産ですし、あの私はこれはどうやって美味しく食べてるかと言いますと、あのお味噌汁にそのまま使うんです。だし用とかじゃなくて、もう具として食べます。これは私はですね、もう朝 の, その時間がない時にですね、あ味噌汁作ってなかったと思う時に、この昆布をこうバッと掴んで調理バサミでもう何もちょき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 ともうね、パパーッと刻むんですよ。たーっと、もうこれだけ、もう簡単です。あとお豆腐切ったりとかオクラ切ったり、まあ、ちょちょいとちょい足ししてですね、味噌汁を作ってみてください。これ美味しいですよ。で他にもここ作り方があって、そのこう昆布ってこう普通水に戻さないといけませんよね。ただこれはあの私が好きなのは、もうお味噌汁だと思う、そのまま戻るわけです。もう手間いらず、もう私こういった簡単で腸内環境を整えていくレシピがもう大大大好きなんですね。で簡単だと続けることができます。ここポイントです。続けないとやっぱり効果って出ませんから、だいたい体質が変わるのは3、4ヶ月、入れ替わった時にねお時間かかりますから、もうコツコツです。ただし確実に効果が出ます。ダイエット効果が出る海藻をぜひぜひ普段のお食事にちょい足ししていただいて、美味しく召し上がっていただきながら、確実に健康的に綺麗に痩せていただきたいなと思います。さあいかがだったでしょうか。今回はこのダイエットに欠かせない海藻についてお伝えしました。また簡単に日頃取り入れていただけるようなレシピもご紹介いたしました。ぜひぜひ日々のダイエットに取り組んでいただくときにご活用ください。このチャンネルではこのように様々な腸活法、健康法、ダイエット法をお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、もうどんどんご参加くださいね。もう私もとっても励みになっておりますし、もう本当に嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。